皆さんこんにちは。シーラブリンのアネラタイムのお時間です。アネラとはハワイ語で天使という言葉です。この番組はエンジェルセラピストリンがお届けいたします。私はルマ市のシーラブというお店でエンジェルカードリーディングセラピーやお客様に合ったパーストーンブレスなどを作成しております。この番組ではエンジェルカードセラピーを通してのお話やまた 皆様がハッピーになれるような役立つお話などを発信していけたらと思っております。また、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761-fmcoza.jp ファックスは0 9 8 9 3 4 8 6 5 3 f m コ o a ではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しております。 FA コザのホームページからも見ることができますのでそちらもお楽しみください。コメントの方ももおおお待ちしししておりまますす皆さんどうぞ本日もよろしくお願いいたしますということで4月の最終の木曜日「アネラタイム」の方始まりました実はですね今日まず皆様にご報告をしたいと思いまして実はあの嬉しいご報告です。 嬉しいと言ってくれたら嬉しいです <laughs>。4月の第1週に私は今月いっぱいでちょっとこのアネラタイムをねちょっとやめることになるっていうお話を聞いてくれた方は分かると思うんですけどっていうことをお話ししてたんですけどなんとあの来月もそのまま続ける来月以降もそのまま続けることになりましたので皆様 あのこれからもどうぞどううぞぞアネラタイムの方よろしくお願いいいたしますこれからもろいろとまた皆さんの方からもですね例えば、まあ、今は遠隔とかをメインにカードのメッセージをメインにしてるんですけどこういうふうに番組をお聞きしてくださっている皆様も何かもっとこうアネラタイムで役立つ情報とかこうしてくれたらいいとかああしてくれたらいいなとかそういうのがありましたらぜひそういうのもね もどん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 あのー、使っていってより良い皆様にとってより良い番組にしていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。今日もあのー、遠隔のご相談などもお待ちしておりますので、今日のあのー、テーマの方はセイントエンジェルオラクルカードとフェアリーオラクルカードとなっております。こちらのあのー、2つの2種類のカードをね。基本に。 遠隔リーディングやメッセージなども伝えていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。ということでまず最初にじゃああの曲の方から行きたいと思います。マルーンフでディスラフ。 ララブリンのアネラタイムをお届けしております今ですね、CM の間にですね、私がたまたまちょっとフェ,アあフェアリオラクルカードを引いてた際に、あの、いつもミキサーの方お手伝いしていただいて、山内局長に今日もお手伝いしていただいてるんですけど、インナーチャイルドのカードがたまたま出てたもんですから、で山内さんの方で、インナーチャイルドってよくあるの、あ、また出てきた。 なんでかねあのなんか今日インナーチャイルドのことなんですかねこのカードよくあるラジョでよく聞くねっていうことだったんですけどそうなんですあのインナーチャイルドっていうカードがフェアリーカードには1枚なんですけどまた別のカードにもあの同じカードが入っていることもありますでも全てがドリームバーチュー博士のカードっていうのはいろいろあります三30種類ぐらいありましてあの例えば少しやっぱりちょっとこう似たような。 あのいろん何があるかな、まあ、インナーチャイルドも含めて、まあ、感情の癒しとかもそういうなんかよく心境的なセラピーで使われるカードはたまに書くカードに1枚入ってたりとかそういうのはあります。でも私が「インナーチャイルドってよく聞くね」って言ったらもしかしたら私が「インナーチャイルド」のカードじゃない面からも少し。 よくインナーチャイルドの話は出しているかもしれないですね。なんかインナーチャイルドってわからない方のために少しあのご説明いたしますが、あの心理学でインナーチャイルドって言うんですけど、内なる子供なんかこう自分自身というか幼い子供も、魂ですね。なんて言ったらいいのかな、こう自分自身、こう幼いなんてうのこの内側にちゃんとこう自分自身が いるんですよだからその自分自身を愛してあげないとインターチャイルドがこう本当に無視された気分になって自分で自分を無視してると相手から無視されたたりりとかそういうい現象が起きたりするんですねだから本当はみんなこう自分で一番に自分を愛さないといけない誰が誰を愛するか自分を愛するかって言ったらやっぱり一番は自分に自分が自分のことを愛してないのに誰から愛されるの っていう感じででもあるんですけどこれは,もしはあの例えば恋愛とかでもそうなんですけど自分が自分を好きじゃないのに相手が好きになってくれるわけがないまあもちろん相手が好きな場合もあるけれども。 だいたいこのインナーチャイルドが癒されてないっていう人は、もう愛して愛してって相手に求める人がすごく多いですね。依存し合う関係とか、そういうのにもなりかねないので、特に恋愛でこのインナーチャイルドが出た方は、あの、気をつけた方がいいですっていうのは、まあ恋愛だけじゃなくていろんな面で、やっぱり自分で自分を認めてあげる、自分を愛するっていうことが、あの、自分で自分を見る、この、見る、 ことがなんか相手から見られる自分にもなってくるのでよりこう周りからもあの愛されたりとかそういうのもあるのでぜひまずはインナーチャイドを癒すって言ったら自分を愛するっていうことでもいいのかもしれないですね。有名なあのハワイのヘイリング法の方「方おぽのぽの」ではよくわかる方多いですねこあの道端ジシカさんとかね。 しほさんの写真集とか吉川ひなのもよくアップしてますけどねホーポンのこのやっぱりハワイのそういうねモデルさんとか自分のやっぱり癒しとかモデルさんって本当に心身からきれいにしないとあの立てないので立てないというかこの。 やっぱりモデルだけあって心身ともに綺麗でないといけないからやっぱりエネルギーをきれいにするためにそういう方法ごめんなさい許してくださいありがとう愛してますのこのセラピーがあるんですけどその方法の頃ではインナーチャイルドの子のことを「ウニヒピリ」っていう本もあってやっぱりウニヒピリに常にこう「愛してるよ」 ありがとううねっていう愛してる愛してるっていうそういう言葉を言いなさいってその本にもよく書かれていたので私はよくイインナーーーチャイドセラピででここののホープのものをおすすめすすすることがすごく多いですちょっとヘアリオラクリカーとかインナーチャイルドが出てたから今日はそういったお話になったんですけどじゃあまだ今日は遠隔ご相談の方来ておりませんので番組向け番組をお聞きの皆様に 今日のテーマのえっとごめんなさいまず出てきたのビューティーですビューティーっていうのはやっぱり外見美もそうなんですけど内なる美もう全てのて魂から自分自身を輝かせるっていう意味です例えばこう周りばっかり気使ったりなんかもう自分 こう忙しすぎて自分を置き去りにする人にもよくこのカード出やすいですねなんか自分のことを忘れてしまって自分の輝き自分を輝かすっていうことを忘れてしまってる方とかにもあツイキャスの方見えますかねあどこだカメラこっちですねビューティーっていうカードなんですけどまたは、まあ、外まあこのビューティーのカードはあのまあほんに外見日だったり絵スていったりとかそういう そういう幸せ感も全然いいんですけどまあ基本的にやっぱり内なる美魂からの輝きってやっぱり全てに出るんですよ魂が輝いてる人はお肌も綺麗って言いますねスピリチュアルの世界でなんかあの口ばっかり言ってる人は肌色もあの肌も曇るって言いますスピリチュアルの世界ではだから常に斉藤ひとりさんはよくツヤ「つやつやを出せつやを出せ」ってオイル塗れ斉藤ひとりさん お「オイル濡れオイル濡れ」ってこの「艶や子の法則」みたいな斉藤ひとりさんの,あの松岡花江先生か一番あ何番でしかな9人で子いる松岡花江先生って有名なお弟子さんがいるんですけど松岡花江先生のこの開運ツヤアップなんか顔のなんかそういった本とかもあったりしますねそれぐらいやっぱりお,顔のお肌との内面がリンクしてるっていうので皆さんぜひ内面がきれいになったら あのシミそばかすも消えるそうなのでツヤも出るそうなのでぜひ私のシミは消えましたってあシミそばかすすれて消えてきれいなお肌になりました感謝しますとかそう言ったらあの有名な斉藤ひとり先生のお弟子さんが言ってるのできっと本当だとすごくお肌もきれいな方ですのでツヤツヤしてて億万長者の方なんですけど、はい、ぜひっていう。 感じですね。今日はいろんな話がいろんなお声まあ、こういうのもいいですね。マーチさんね。私ほら今までこう1つの顔結構いろんなカードを同時に素早く説明したい。1つのカードでいろんなパターンをやっぱり説明するっていうのはすごくこれ。来月からまたそういったのも勉強していきます。<laughs> はい、akb ファンさんラリルレローラリーこんにちはリン。に難しい。こんにちは。り。 でいいんだよね。akbakb ファンさん、<laughs> 今日もありがとうございます。はい、じゃあ。あなんかもしあのー？どなたかツイキャスでもメッセージでも。遠隔してほしい方がもうちょっとだけありますので、何かあればぜひメッセージお願いします。どうしようかな？何がいいですかね？ AKB ファンさんごめんなさい今日もしかして途中から聞いちゃったかな今日で最終回最終回記念であの人に告ろうかってあるんですけどあの嬉しいご,ご報告です嬉しいと言ってくれたら嬉しいんですけどあのそのままアネラタイム続きますので今後ともよろしくお願いいたしますよりいいものにしたいっていう思いですね今はすごくはいじゃああなんかそれにちなんで出てきたのが新しい機械だね えー、計測、<laughs> おい、漢字間違ってるぜ、AK <laughs> 計測になってる。<laughs> ありがとう。よろしくお願いします。いつもコメント本当にありがとうございます。このカードがですね、良い機会っていうカードなんですけど、私にとってもこれが良い機会だったのかなって、いろんな面でなんかね、またより良くしていきたいなっていう、そういう思いもすごくありますし、皆様に向けても、 いいメッセージですねなんか今皆様のためにすごく良い機会がとても訪れてるようですねそういうなんかはいいろんなことがね天使はいつでも見てるのでその人にとっていろんな流れでいろんなことが起きますからねそのためにあなたにも今回また良い機会が訪れるようですじゃあもう一つのまた出てきた良い機会 なんかねそういう感じみたいですね今日はねじゃあいい機会あのー、はいこのカードを引く人って実際本当に何かいいチャンスが訪れる前触れに多いですね動くかもう一つ AKB ファンさんからあちじゃあコメントしない方が良かったさっきの取り消しでってあるんですけど大丈夫あのそれスルーしてたから最初から <laughs> 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 すいませんいつも。 はい、ということで AKB ファンさんにちょっときつく言ってもあのへこたれないので大丈夫です <laughs> 私が言っちゃった。とじゃあ「セイントオラクルカード」から引いてみたいと思うんですがプレイあそういうことなのかなごめんなさい。 あれかなプレイが多く出るんですけど祈り,祈りっていうことなんで遊ぶ方じゃなくて「R あ」あ遊ぶは L だったかな L ああのー、あれかな、あのー、プレイって言ったら祈りって言ったら最近やっぱ震災とかあ今日も私のお友達とちょっとお話ししてたんですけどなんで今回熊本だったんだろうねっていうお話してたまたまこのお友達も熊本に最近 震災がある前に行ったばっかり1週間前に行ったばっかりだったんですけど沖縄なんですの方なんですけど実はその友人とも震災が起きる前に最近熊本だよねっていうあ,あの,あのもうすごいさあの波動波動というかスピリチュアル面でも急激になんかこうそういう高まった方が多くなったり。 熊本でそういうオーガニック食品とか自然食品とかもすごくこう有名でそういうイベントとかも熊本がすごく多くなされててでそのお友達となんか最近熊本だねっていうそのお話を知って1週間後ぐらいにえなんで熊本がってまた言ってたんですけどで今日もまあ主催者被災した人には本当にあのね 本当にご冥福をお願本しても本当に申し訳ないけどやっぱりこうそういう波動が高い人たちがいる分今の熊本支えられているよねって今回あのやっぱりこういういろいろあったけどやっぱりそういう人たちがいて前向きにな姿勢とかそういう祈りをまた大切にしたりそういうエネルギー波動もすごく高まっている人たちがいっぱいいるからなんか。 そこまでの被害もなくて最小限に抑えられたりとかしたのかなとかそういうお話もしたんですけど今日はただちょっとこのプレイあの本当に祈りってすごく大事でやっぱり祈った分エネルギーですその血が癒されたりとかするのでもし今日もしあの熊本 など九州の被害、まあ、全世界でもいいんでしょ本当にもし皆さん、もし祈りプレイ今日ごめんなさい何回か出てたんですよね、このいや、実はこの番組始まる前にセイントオラクルカードをちょっとたまたまシャッフルしたときにその時からプレイ出てたのからやっぱそのことを伝えなさいっていう意味なのかなって思いましたね。はい、じゃあ、AKB ファンさんから「シーラブリーのアネラタイム継続しないとあかん」。 山ちゃんが寂しがるありがとうございます AKB ファンさんも寂しがってくれてますかありがとうございますじゃあメール来てますメールの方が来ているということでおおえっとクルミックスさんいつも楽しく拝聴しておりますクルミックスですはじめまして私は結婚しているんですが気になる人がいます その人は仕事関係の方なんですが話すと,と楽しくて会うことが楽しみになっていますきっと心が傾きかけていると思うんだけど子供もいるしどうすればいいかな悩んでますこんなご相談でも受けますかもちろんこんなご相談でも全然受けますよあのー、でも <laughs> 正直ごめんなさい結婚しているんですねくるみクくさん。 うーんそっか、クルミックスさん自身にはお子さんっていらっしゃらないんですかね。あ,のあと4分くらいか。じゃあ一応えですよね、一応、うん、クルミックスさんのほうが先にリーディングしていきたいと思うんですけど、あのー、正直。 まあカード引くんですけどその方というか今のクルミックスさんとご主人との関係をまずどうなのかなっていうやっぱり結婚しているならお子さんがいるかどうかもちょっとね今情報わからないんだけどそっちというかまずご主人との関係をどうするかがすごく大事ですよね。ややっっぱぱりり正直ドリーーもそういういいパートナー同士愛するる人がいるものは あの正直聖書の世界でもそうなんですけどやっぱり他に行くことはあんまり良いことではないんですやっぱり目の前のいるパートナーその人のことを本当は大事にしてる正直でも私不倫というごめんなさい不倫っていうのがそういうご相談も何いっぱい見てきててでもそれが必要な時もあるんですよまあここではちょっと言えないんだけど何て言うのかな別に否定してるわけじゃなくてそれが必要な時もあるんですよ。 必要な人正直こういろんな場人それぞれによってもうお昼からもう行っていいのが不倫とかそういうのが正直この場では必要っていう時もあるんですで実際そのその人と結婚した人とかもいます正直その今のご主人とは別れてとかあとはそれをきっかけにご主人がすっごく冷たかったのにその人がちょっとなんかね 不倫とかしちゃったからそれを改めて夫婦関係見直されてあのすごくまたその件があったおかげで今のご主人とまたよりもう全然良くなったっていうそれが例えば必要な時もまれにありますでも本当はやっぱりそういうことはよくなくてだからごめんなさい今日はやっぱりクルミックスさんに一番伝えたいのは今のご主人との関係。 がどうなのかそこをやっぱり一番見てしいいたただきたいですやっぱり努力しなさいって出てきますよ、今、私、出てきて一番最初にクルミックさんに出てきた関係が、あっ、キャスが、一番最初に、あのギブアーチェンス、あのー、努力、やっぱりお互い、もうちょっとこう、まだまだ努力し合う、このご主人との関係なんですけど、まだまだ努力し合う関係で、あのー、はい。 もっとお互いがやっぱり努力することにもっともっとうまくいくそういうのはあると思うのであとご主人との関係ももうちょっとこうフレンドシップもね大事にしたりあと自分自身がこう輝くことアトラクション引き付けっていうカードも出てるのでなんかこうあの恋をがむしゃらに追っかけるんじゃなくて引き寄せだよっていうカードなんですけど、えっと、この女性はですねなんかただ自分が癒されて。 こう幸せ感でいるっていうそういう絵が描かれている絵の女性なんですけど「引きつけ」っていうカードは本当にただ恋のことを考えるんではなくてただ自分がなんかこう幸せでいるなんかこうハッピーでいるそれだけで相手が引き寄せられるよっていうそういう意味合いのカードですね。そしてもう1通だけ来ておりますのであと1分 <laughs> ダメかなもう来週に します,ね、すいません、リンさん、ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。でこう主人のことで独立を考えているのですがということなんですが、ちょっともう残りお時間が少なくなってしまいましたので、ままたたにしいいと思いますであと私のお店が、ですねうるま市えのびの7145、えのび入り口バス停が向かいにあるんですけど。 あのピンクの看板でシーラブって書かれておりますので完全予約制となっておりますのでごえあのぜひ皆様ご予約してお越しください本日もありがとうございましたお相手はエンジェルセラピストリンでしたまた来週もお楽しみください。